私たちは世界一周旅行中の夫婦で、現在はトルコのアンタルヤに来ています。で、今アンタルヤで1ヶ月くらい、滞在しているので、このアンタルヤでの1日のルーティンをお見せしたいと思います。はい、今何時？10時半。まだ寝起きはアイドリング中で布団から出られないみたいなので、朝食を買いに行ってきます。はい。朝食は私が買いに行くこともあれば、寝起きが買いに行くこともあり、まあその日私が寝起きが起きてくるのをどれだけ待てるかっていう話なんですけど、まあ半々ぐらいの割合です。猫だ。おはよう。あそこにも猫おる。アンタルヤにいる猫はいいね。寒くないから。はい、宿から5分ぐらい歩いてたところにお気に入りのピデ屋さんがあります。ピデというのは、トルコ風ピザのことです。犬が。あそこの緑色っぽいところがそうです。あそこのピデは1枚10リラと約50円ということで、だいぶ安いです。感じです。すごい、本当にピデ工房って感じです。あ、オッケー、よし、これでいいです。よいしょ、よいしょ。はい、こんな感じでした。寝ております。双子ちゃんかな。帰ってきた。朝ごはんにするよ。今泊まってる宿はこのように共用キッチンがあります。こんな感じ。あそこでね、よくご飯食べてます。コーヒーの準備をしています。トルコのね、カップはこういうガラスっぽいカップでも耐熱なので大丈夫です。私はトルコならではのアイランで行きます。大きい 1.5 リットルパックをいつも買ってます。いただきます。いただきます。いいで。顔面のマッサージ。あと筋トレも毎朝毎晩してます。はい。午後からようやく作業 なんか変な画面になってる はい、午後から作業をしております。胸息は動画を作り、私はブログを書いてます。で、今日はですね、洗濯物を回します。洗濯機が無料でついてるので、ここに洗濯物を入れていきます。洗剤がこれ、なんだかチャイのグラス。チャイカップいっぱい。で、普通にここに洗剤を投入して、でね、トルコ語です。60度。これが一般的なやつです。60度で60分のやつです。3時半ごろになってお散歩に出てます。
アンタルヨの街はこんな感じで、結構ねお店が多いです。こんな感じ、普通に都会だよね。ご飯探してって感じだね。そうだね、ちょっとご飯を探したりプラプラしたりとかしています。はい、普通にモスクがあります。街の中に憩いの場だね。そうだね。でまあ定期的にアザーンが流れてくるという。もうだいぶ聞き慣れたね。この辺はすごい繁華街です。こんな感じ、めっちゃ繁華街っぽくない？何でも手に入る。そう、もうこの辺でいろいろ衣服揃えたりとかもしました。少し歩いてきて、なんとじゃん、ハドリアヌス邸の門まで来ました。こっから中が旧市街なのかな。こんな感じのなんか遺跡っぽいものが普通にあります。滑りやすいから気をつけて。もうこんな感じでね、さっきのハドリアヌス邸の門の中もまあ普通に入れるんですけど、中は旧市街っぽい感じになってて、お散歩するのに最適です。飯探すのも最適ね、この辺だと結構いい感じのご飯が食べれる。この間ピザ食べたね、この辺で。かわいいよね、やっぱね、街並みが、だいぶ。うわ、本当だ、いちごが売ってる、美味しそう。いい感じですね。いいよね、プラプラ歩いて街が可愛いっていうのはだいぶいい。こんな感じで海があります。海沿いの町だから魚も多いです。はい、今日のご飯はアリババ、はい、キョルバシです。はい、行きますか。はい、はい、夜ご飯。はい、夜ご飯です。イスケンベースショルバーとなんか肉の炒め物とパン。そう、ま、パンはもう机にボックスで常備だから。いただきます。こんな感じだね、うん、猫に見守られながらはい、おいしい。
宅して夜です。夜もまた作業をしています。はい、私はちなみに筋トレしてお風呂入り終わって、またさらにブログを書きます。スーパーで買ってきたなんかパイナップルのお酒じゃないけど多分お酒っぽく作ってあるやつ、ノンアルです。とあとね、レブレビ、ひよこ豆ローストしたやつに砂糖コーティングしてあるやつを晩酌でいただきます。どう？うまい、うまい。パイナップルジュースちょっとなんかあれだよね、風味をつけてんだよね、お酒っぽい、うん、でもまあお酒じゃないからね、はい、レブレビです、これが。ということで今は夜12時過ぎですね。だいたいこのぐらいに布団に入って、これでちょっと携帯いじって寝ます。おやすみ。はい、おやすみなさい。